おかわりマナクリプト入れよ。どうもトモハッピーです。いつも見てくれてる方ありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日はこちらマジックサガザリングミステリーブースターボックス開封おかわり。はい、ってことだよね。先日ね、一回ボックス開封した最新の特別パック、特別商品、こちらのね、ミステリーブースター、1815種類のカードがね、封印されてるこちらの商品のボックスをまたまた開封していきます。今日こそはね、一番当たりのマナクリプト、超強マナ加速レアカード出したい。そうじゃなくてもね、前回見てないカードたくさん見れると思うんで、ワクワクしながら開封していきます。はい、こちら24パック入りのボックス、今回もね量が多いんでまとめて切ってからね一気に見ていきます。かなりテンポよくね楽しめちゃいますよね、切ってから見ると。じゃあ早速切っていきます。15枚入りのパック ×24パック分です。楽しみだ。今日もどんなカードに再会できるかなっていうね。さあ行こう。3、2、1、ゴー。スカイジェック、はい、白白青青黒黒赤赤緑緑とね、ドラフトをするときにまんべんなくね、どの色やってても自分の色のカード出やすいように、みんながね楽しみやすいようにこうバランスよく封入されてるパックです。おお、セレズニアギルドメージ、森勝がね世界選手権優勝したときに入ってました。日本開催の世界選手権、あいつが優勝したときに入ってた。おお、リバーボア、懐かしい。リバーボア、これでね高校生の僕は日本一にしてもらいました。このカードもお世話になりました。イラストはねもっとこう味がある古びた感じだったんだけど、はい。そしておー、セルバラ、これは統率者戦でね強い伝説のクリーチャーです。値段も結構したはず。当たり、いきなりの当たり、1枚目のレアが当たりっていいっすね。さあどんどん行こう。あー忍者超高3だった。おー獅子切断、この最初の10枚奥から出るんだ。これはもうねレガシーでめちゃめちゃ使われてる、モダンレガシーでめちゃめちゃ使われてる除去です。黒黒1でマイナス5マイナス5する、この黒マナの代わりに2点払ってもいい。4点と1マナでもねどの色からでもプレイできちゃうわけですね。はい、パイレクシャマナですね。ライフでも支払える。おお、コンボダークデプスとコンボのヴァンパイアヘックスメージ、懐かしいですね。ハンモ、おお、ネイチャーズクレイム、これはヴィンテージでもね使われるほどのナイスサイドボードカード。いや、ヴィンテージで使われてる、嘘かな。レガシーだとでも使えますね。レガシーだと使えます。おお、ダングローブエルダー、ダングローブのコロー、エリダーの君主、まあ、この辺はね可愛い人気があるクリーチャー勢です。はい、で、ゾンビの王様、これね結構ね王様シリーズで珍しい、コスト軽くする上にゾンビクリーチャーをプラス2するっていうね、パワープラス2、防御力プラス1、結構ロードって言ったらね、全体を、種族全体を強化するロード、あるいは王のシリーズってプラス1プラス1が基本なんですけど、こいつはプラス2、1っていうことでねかなり珍しい。ずっとね日本では安いけどアメリカではカジュアル需要で高いっていうのが続いてました昔。はい、アスフォデルね、これ最新セットテーロスにも入ってる新人でライフをドレインするカード。こいつ1枚でね10点相手のライフを吸って勝つとかねありましたね、結構最初に出たスタンダードの時は。エスパーチャーム懐かしい、強いんだよなこれ。3マナインスタントで2枚引くか2枚捨てさせるかエンチャント破壊っていうのがねインスタントタイミングでできちゃう、相手がカード引いた後とかにもできちゃうんだよね。3マナ2枚捨てって言ったら普通はソーサリーだからかなりやる。おー、エルドラーシュモニュメント、これもカジュアル需要でずっと高かったよな。もう本当にリミテッドではお世話になった懐かしのやつらが順々に出てる中、こいつはねちょっとイラストが変わっちゃって分かりづらいんですけども、昔マジックやってた人はおなじみのもう20年19年前ぐらいのねブラストダーム、ブラストダームです。こいつは、はい、イラストが変わったブラストダームのサイロク、なんか最初のブラストダームのが強そうに見えるな個人的には。背中がブクブクしてねどんどん溶けていっちゃうのは当時から変わらぬままですが、はい、4マナ55でね上位能力の対象にならない、ただターンが立つと死んでしまうっていうね。おー、フェアリーの集会場、魔力編、これは古文なのにめちゃめちゃいいカードでめちゃめちゃ高い。はい、アンガーオブザゴッド、
渋谷と。あ、いいっすね。クリーチャーにだけ使える好きなマナが出る土地、クリーチャーにしか使えないっていうのは弱点にもなるんだけど、めちゃめちゃ強い。5色のクリーチャーデッキとか5色人間デッキとかね、モダンであってそういうので使えます。で、全体除去、カウンターされない全体除去、思考の氷結、これも強い。色は厳しいんだけどね。で、マジックでこう昔から人気がある2マナ1、2のカラス、特に北米で人気があります。北米かどうかわからないな、日本以外の地域で人気があるみたいな感じ。日本ではね、従者とかのがあってね。おお、これウェルウィッシャーか。こんなイラストあったんだ。2マナ11でタップするとね、エルフ分回復するっていう結構珍しい能力。カラデシュ2マナ32バニラ、こんなのいたっけ。なんかカラデシュの特殊な商品に入ってるのかもしれない。カラデシュのパックからはこいつは出なかった。はい、だいたい4分の1終了と。はい、ネクスト。おお、熱い泥棒かささぎ、こいつめちゃめちゃお世話になりました。あれはマジック始めて1年半ぐらいの時かな。ウルザーズ・ディスティニーのね、カードで、この頃もめちゃめちゃ第一次マジックブームでね、日本でめっちゃ盛り上がってたんですけど、マスティコアとか火薬ダルが入ってるので有名な、あと欲深きドラゴンとかも有名なウルザーズ・ディスティニーに入ってたアンコモンで、こいつアンコモンなの超強くて4マナ13飛行でね、こいつが対戦相手にダメージ与えるとカード引けちゃうってね、めちゃめちゃ強いですよね。盗んできた宝石なのかな、泥棒かささぎだから。いや、めちゃめちゃ使って強いし、使われて嫌でしたね。おー、スパイクフィーダー、これテンペストブロックのカードが時の螺旋でね、タイムシフトっていう特別な枠で再録されたバージョンのさらに再録みたいなね、もう何言ってるかぐちゃぐちゃ何言ってるか分かんないけど、これ結構無限コンボとかもある強い回復能力付きクリーチャーです。はい、レンの血の克服者。お、ブルームテンダー、当たり当たり。2マナ11で、タップするとね、自分がコントロールしてるパーマネントの色に等しいマナを出すみたいな。だから5色のパーマネントコントロールしたら5マナ出ちゃうっていう、これ強いんだな。そもそもだから5色マナがかかるカード1枚場にあれば、こいつがねもう5マナ出しちゃえるっていう。だから5カラーシンボルのクリーチャーの2連打とかに貢献できちゃうんですよ。例えばおー、イサマルのホイール1マナ22、伝説のクリーチャー、効果それだけっていうね。なんかもう犬じゃなくてクマっぽいよね、勇ましすぎてクマっぽい。おー、モダンの最強除去、パステイグザイルで、レガシーで結構使われた予言、イラストがいいですよね。レベッカ・ゲイさん、超人気のレベッカ・ゲイさんのイラスト。おー、シルバンスクライム、モダンのトロンデッキの音、反射魔導士、これもかなり強い、パイオニアモダンでかなり強いカードです。おー、いいっすね。リクルーター・オブ・ザ・ガード、これ出た当初はね全然枚数がなくて良かったんですけど、今はそうでもなくなったのかな。3マナ11で、タフネス2以下のクリーチャーを山札から探して手札に加えられてね、カードアドバンテージ兼サーチで、場合によってはコンボクリーチャーサーチできたりもします。はい、そして人気のネズミロード、こいつなんかよく見るな。まあ、たまたま引いてるだけなんだろうけど、マナリック、いい打ち消しもんすよこれは。結構昔からあって何回も再録されてる。ランカー出るんだよ、やったランカー引けた、しかも新枠。いや、これもね、僕高校生のね、斎藤智春少年を日本一にしてくれたカードでね、もう本当に恩人。そっからマジックどっぷりどっぷりで、そっから僕はもう21年マジックやってます。それなかったらな、その大会勝ったのなかったらプロプレイヤー目指してなかった可能性高いもんな。だから人生ね、いつ何に出会って何が起こるか分かんないから、自分にとって熱いもんに出会えて、それに素直な気持ちでね打ち込んでよかったなとは思います。エンジェリック・ディスティニー、天使の運命、これはねマジック・ザ・ギャザリング史上一番いいイラストだっていう人もね結構いるぐらいのすごく人気のイラストのカードです。効果はね、まあ、オーラカードで、リミテッドだったら強いけど構築だったらそうでもないみたいな感じのオーラです。おー、これねありました、コンボデッキで使われてました。まあ、なんかライフ回復しまくって、呪文をね何回も唱えてて、ライフこれで回復しまくって、最終的には50点払うと50点の火力が打てるっていう謎のねアーティファクトでした。ものすごい類を見ない能力でした。これな、こんだけなんかいいカードいっぱい入ったカオスドラフトのパックなんだけど、普通の黒のね代名詞というか、黒でよくある2マナ22のゾンビのバニラクリーチャーも入ってます。能力なし。さあ何が出るか、おお、ブライトニング、後輩イナズマ、これ強いです。シンプル強い、3マナソーサリーで相手2枚捨てさせながら
3点与えると。そしておそらくね、ほとんどの人が使ったことないんじゃないかっていう統率者デッキに入ってるテフェリー、まあ、結構マニアックですね。通常のパックならね読む余裕あるんですけどね、もういいカード出すぎて全部紹介しきれないんだなっていうね。モダンでデッキ名になってたね、ランタンとかね、ランタンコントロールっていうソフトロックを搭載した、まあ途中からハードロックになっていくんだけど、ソフトロックから入って実際もうドローを縛りまくっちゃうみたいな、なったんですよね。アーティファクトいっぱい入ったコントロールデッキが今も一応できんのかな。モダンでねプロツアー優勝してるんですよ、世界大会優勝してるんですよ、ランタンコントロールは。お、ジャングルバリアあるんだ、このミステリーブースターにも入ってるんだ、やっぱ人気だなこいつ。あの前回ねアポカリプスの開封やった時に引きました、オリジナルバージョンを引きました。こいつ人生ねトップ5に入るミスプレイしたこいつのせいで、こいつねイラストね飛んでるじゃないですか、ほら羽ついてるし浮いてるじゃないですか。斉藤少年は飛行、全ての飛行4点プラスプレイヤー4点っていうね呪文と、全ての地上クリーチャー飛行ではないクリーチャー4点とプレイヤー4点みたいな、飛行と地上の全体状況両方のカードたまたま持ってて、世界大会の最終戦でねそれ勝つか負けるかであの賞金だいぶ10万円以上違ってくるみたいなマッチにおいて、こいつがね飛んでると思ってね飛行を倒す方を打っちゃったんですよね。マナがらうと飛ぶんですけど、相手その時マナがなくて逆やんみたいな、やっちゃってるやんみたいな、若さゆえの細かい、まあ細かくないんだけど全然でかかったんだけどびっくりしたんだけど、気にせず3本目はねなんとか勝てました。確か24位かなんかになって、一応日本人の中では2位、賞金も2、30万円ぐらいもらった記憶があります。リミテッドでねドラフトでした。ちょっとねやっぱドラフトでねレアカードはね能力十分分かってない場合あるから、ちゃんと分かった気でいてもちゃんと確認した方がいいですね一回ね。おーい、エネルギーフィールドこれ強いんだよな、ずっと相手ダメージ食らわなくなっちゃうっていうね。あなたがコントロールしてない発生源からのダメージを全部軽減しますと。で、その代わり何らかのカードがね自分の墓地に落ちた時これを生贄に捧げるって、すごいんですよこれ、ずっと時間稼ぎできちゃうっていうね。絶対無敵ってわけじゃないんだけど、相手が解決策なかったらしばらく時間稼げるっていうね。これで超強いんだよな。おー、モグの強信者いいですね。エルフの完全者、キノフリカのこれ追加ターン入れる、アーティファクト5個生贄に捧げると追加ターン入れるっていうね。もう危機時期、このコンボパーツです。ある意味では一番悪さしてきたゴブリナーズだから、こいつの無限コンボがね何種類かあります。ツアーの運命者こういうこんなの出るんだ、テラシ、テラシグラス、回復付きの怪獣、武道団、武道団いいですね。2マナで1点与えるだけの、好きな対象に1点与えるだけのソーサリーなんだけど、ストームがついてて、ストームっていうのはそのターンに呪文を唱えられた数分コピーを出すから、まあなんやかんやたくさんこう呪文使えるような、何回もプレイできるようなデッキで最後にこれ打つっていうタイプのねコンボデッキはね何種類も今までありました。なんか神側謀反のホイールとかが今出るとびっくりしちゃうな。ぱっと見神側謀反のホイールですからね普通ね。ミステリーブースターから出たよって表すここのマークがちょっと違うだけっていうね。はい、残り3分の1ぐらいかな。うわ、キノコザウルス、こいつムカつく。なんで僕がこいつムカつくか分かる人は結構トモハッピーの動画見てる方でございます。はい、まあ、大事なとこで引いちゃったっていうね。ただこのイラストじゃなかったからまあいいか。このイラストには、いやでもやっぱキノコザウルスはキノコザウルスだな、体にキノコいっぱい生えてるんですよね。ちょっとそうか、ミステリーブースター楽しく向いてきたけどキノコザウルス出ちゃう可能性あるのか、辛いな。思考消去、これね、スタンダードやパイオニアでね、結構使われてます、強いカードです。極楽鳥、極楽鳥知ってる人はね、視聴者さんの中にもかなり多いんじゃないかなと思います。今、マジックやってる人もね、昔やってたっていう人も、極楽鳥はもうかなりの認知度があるカードですよね。ブラックロータスの次ぐらいに知られてるんじゃないかなっていう。多分、精神を刻むの、チェイスより知られてるんじゃないかな、下手したら。バード・オブ・パラダイス、バーズ・オブ・パラダイス、極楽鳥。これはね、1マナ01で飛行でね、好きなマナを出せる、タップで好きなマナを出せるカードです。知らない人のために言っとくとね、こいつはバードとかバッパラとかって略されてましたね。はい。バーズ・オブ・パラダイスなんていちいち言ってらんないもんね、やっぱりね。貴重な人生の時間だからね。ウルドリフター、10個たたり、2枚ドロー付きのクリーチャーで結構強いんだな。こいつはもうね、歴史上大活躍したカードですね。若きグレン術師、レガシーで特に活躍したかな。いや、モダンでもでもスタンでも強かったことあったな。なんかさ、目が覚めるようなマナクリプト出ちゃっていいんだよ。ゼロマナのアーティファクトでタップすると2マナ出せるお化けカード、ヴィンテージでも1枚制限、あれが出るとね1万円超えててめっちゃハッピーなんだよな。あ、グレーブタイタン、これもいいカード、これもいいカードです。
これもね、6マナもかかるんだけど、レガシーでも居場所がちょっとあるっていうね、強化です。6マナ66で死な上に、出た時と殴った時、22ゾンビトークン出せちゃう、2体も出せちゃうっていうね、恐ろしいカードです。6マナでこれはね、正直強すぎると思うんですよね。除去ってもダメだし、カウンターしないとダメだから、本当に強カード。ねえ、って言って興奮してたら5マナ26バニラとかも出るしね。面白いですね、ミステリーブースターね。これでね、リミテッドをやるのが大好き。あのブースターブリッツも楽しかったし、シールドも楽しかったし、またやりたいですね。すごいんだ、カードパワーのこう、なんだろう、幅がやばいんだ、上下幅がすごいんだ、本当に。だけどそれがなんか楽しいし、心地いいんだ。いろいろなカード使えるし、使われることもできるし。おー、すげえすげえ、なんか近い時代のカードが出たな。イラストレーターさん一緒だ、やっぱなんか雰囲気似てると思ったら、このパック、今めくってるパックの赤の枠2枚から同じイラストレーターさんの似たような構図のねカードが出ました。しかもこれ登場した時代も近いんですよね。破滅の時っていうセットとドミナリアっていうセットです。すごいな、これなんか作為的にそういう相当になってるのかな。相当っていうのはカードがねパックに入ってる順番のことなんですけど、封入順なんかすげえな、これマジでなんか兄弟のカードかと思ったけど、いやそんなことなかったよなと思って。こっちは構築でもバンバン使われたカードで、こっちはリミテッドカードだったんですよね、割と。はい、え、もしかして同じイラストレーターさん続きの法則ないか、そんな。おー、稲妻の螺旋、インスタントで3点当てて3点回復するっていうね、強カードです。え、何これ、え、知らない知らない、なんだこんなの入ってんの。スタントダブル4マナでフラッシュ付きのクローン。だからこの頃ね、競技プロの種目とかでは別にコンスピラシーそのものは使わなかったから、コンスピラシーのカードをちょっとレガシーで使ったりとかあったけど、そういうことか。普通に開けてないパックだから分かんないな。え、これ待ってよ、マナクリプトやばいな、残りわずかのチャンス、来い来い来い。グラスプオブフェイト、なんだこれ、サムナエンチャント、はいはいはい、これが出た時に全ての対戦相手は土地じゃないパーマネントを1枚追放すると。でこれが場を離れるまでと、選べないけど1枚で、カード1枚で対戦相手全員のパーマネント追放できるから結構いいのかな。逃走した選択結構いいかも。でも選べないんだよな、後半引いたら弱いな。もう用済みのトークンとかをね追放されて終わっちゃうから。アーケンダニエルだ、懐かしい、昔懐かしい。打つと相手がカード増えちゃうけど確定カウンターっていうね、今なの打ち消し呪文で、まあなんかコンボデッキでコンボパーツを通す時とか強かったっすよね。やばい、なんか残り少ないから縦向きになっちゃう。お、ミールストーンアーケンジェル、存在がもうめちゃめちゃかっこいい。さああと1パック分ぐらいしかないやん。この最後がマナクリプトじゃなかったらちょっとまたおかわりすることになってしまうかもしれない。これはあ、黒プロテーションだ、いいカードいいカードいいカード。何のセットなんだこれ。もう本当にね、僕ねマジック21年やってて、マジック専門店の社長だけど、このもうねエキスパンションシンボルが増えすぎて、全くこれ何のセット、何の商品から出たやつか分かんないのがあって、まあ、それは大体特別な商品とか特殊セットのマークなんだけど、これはね DDR、 ここの3文字略語を見てもね分かるんだけど、2016年に出た DDR、 ちょっと分かんないわ、後で勉強します。心優しい方はコメント欄でね、ぜひ皆さんのために教えてください、お願いします。さあマナクリプト出ろ、まだか、マナクリプト入れよ。え、レア食われ、あ違うな、レアがもう先に他のパイルで見ちゃってたのか、ダメ、マナクリプト引きたかったな、ちょっともう一回おかわりしたくなっちゃうなこれじゃ。いやでもすごいな、相変わらずめちゃくちゃね目まぐるしい、本当に歴史上のカードがねめちゃめちゃいろいろ出るから、そして前回引いてないカードたくさん出ちゃったし、結構序盤当たりカードも引けたからハッピーでした、何やかんやハッピーでした。いや本当にねミステリーブースターいいっすね、遊んでよし、開封して楽しんでよし、そしてリミテッドで遊んでもよしでね、もちろん構築戦のカード集めたり、まあ、ちょっとしたプレゼントでねワンパックあげるのとかにも使えちゃったりとかね、いやかなりいいな、この商品は僕はすげえお気に入りなんで、またもしかしたら動画に出てくるかもしれません。はい、ということでよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。今日もトモハッピーがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。